こんにちは、アニマルタイガです。ダンちゃん成長日記、はい、ということでですね、ダンちゃん成長日記第4回目やっていきたいと思います。ダンちゃんはですね、こちらにいらっしゃいます。はい、数ヶ月前からですね、僕のお家で飼育し始めた、クル病をね、持っていたダンちゃん、サバンナモニターのダンちゃんですね。今現在結構ね、元気になってきたのですが、今回は初めてなんですよ、実は。こちらのね、コオロギをあげていきたいと思います。いつもあげてたのは結構ね、デュビアと、レッドローチっていうゴキブリをあげてたんですけど、今回は、初めてね、コオロギを持ってきましたので、今回ね、コオロギあげていきたいと思います。で、あげていく際に今回はですね、こちらのレプラーゼという、腸内、細菌をですね、混ぜて与えていきたいと思います。このね、レプラーゼです。非常によくて、体調をね、整えるのにすごくいいです。イグアナさんとかによく僕は使ってるんですけど、まあ、爬虫類全般にね、こうすごく、腸の中の、なんていうんですかね、腸内細菌なので、腸の調子をね、整えるのにすごくいいので、僕はね、重宝して使っております。今回はこちらをね、もうすでにコオロギにちょっとまぶしてあるんですけど、もうちょっとかけてあげていきたいと思います。これね、使う頻度は毎日、毎回餌あげる際に使ってもいいんですけど、僕はだいたい2回に1回とかぐらいでね、使ってます。レプラーゼ使ってんのは、オオトカゲたちみんなと、まあ、トカゲみんな使ってますね。ヘビ以外にはカメさんにも使ってるので、みんなに使ってる感じですね、ヘビ以外の。よし、こんな感じでまぶしてあげていきたいと思います。ダンちゃん、それでは出てきてください。ダンちゃんね、いっちょ前にね、噛みついてこようとするから。はい、こちらサバンナモニターのダンちゃんですね非常に顔が凛々しくな、あ凛々しくなってきたのではないでしょうか。可愛いですね、相変わらず。ほら、下に餌がいっぱいあるぞ。これ、ほら、コオロギ。ダンちゃんですね、今回から身体測定もね、やっちゃいたいと思います。身体測定っていうか体重ですね。体重を測っていきたいと思います。はい、ダンちゃん、体重測りますよ。ダンちゃん、体重測りますよ。おいで、いきます。はい、38.8g ですね。 38.8g になりました。よいしょ。そうですね、 38.8g ぐらいで。どうですかね、大きくなってるんですかね。わりかしね、足腰しっかりしてきたなっていう印象は僕あるんですけど、あ、でも体調もちょっと大きくなってますね、結構ね、ケージを見てもらうと分かるんですけど、流木使って上下運動もね、できるようにしてあって、フォトスポットとかね、この辺でいつもね、登っているんですけど、登り降りもね、結構ね、日に日に上手になってきてますね。どうだんちゃん、ほら、のご伸びしてあげて、これ、ほら、結構ね、早く動けるようになってきてるんですよ、だんだん。よいしょ、これ、あ、もうご飯、ちょっと餌で一回こう走る姿を捉えてみますか。だんちゃん、これこれこれ、ご飯、これこれこれ。ほら、登って、そう、こっちまで、そう、ここ、あ、頑張れ、あ、落ちちゃう、こっち、こっち来て、登るんだ、よいしょ、こっちの方に、はい、これ、登ってきて、おー、上手、はい、あ、落ちて、って感じで、登るのもね、できるんですよね、上手に。さあ、
食べれるかな。38g ですか。今僕のお家にはね、2匹サバンナモニターがいて、こっちの子よりも長さで言うと倍、3倍ぐらいあるね、ハマちゃんっていう子がいるんですけど、今ね休眠させてまして、ずっとね潜ったまんまなんで姿は見れないんですけど、もう1匹ねサバンナモニターがいます。食べるね。はい、それじゃあね、続きをここの外に出てきてもらって食べてもらえますか。よいしょ、おいで。はい、ダンちゃん登場。ほれよいしょ。はい、頑張って食べて。に来てからは日に日に元気になっていってくれて、大きくもなってくれてるので、よかったですね。あとね、まあ動画にねこうすることによってもね、かわいいかわいいって言ってくれたり、ダンちゃん今どんな感じですかってねこう言ってくれる人増えてね、非常に嬉しいですね。お、食べれますね。まだまだ今日はいけるかな。ほれ、コオロギこちらあるよ。なかなかつかめない。よいしょ。ほらほらほら、コオロギコオロギコオロギ。はい、コオロギ。よいしょ。うわ、なんか出てきた。ハマちゃんの方は休眠させてるんですけどね、ダンちゃんの方はさすがにちっちゃすぎるっていうのと、あとどんどんね栄養を与えて大きく今はねしたいので、ダンちゃんの方は休眠はねさせません。寝ずに食べてもらいましょう。大きくなってもらいましょう。どうだろうね、後ろ足がね来た時よりも割と踏ん張れるようになってると思います。立ってるもんね、ほら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 、立てる立てる。おお、すごいすごいすごい、ダンちゃんすごいよ。ほれ、あ、逃げられないでよ。頑張れ頑張れ、おいおいおい。滑るね。よいしょ、頑張れ。そうそうそう、はい、よし、すごいじゃん。さすがですね、ダンちゃん。何が一番昆虫って美味しいんだろうね。食いつきのレッドローチがね一番、でもなんか俺は独特な匂いがするかなと思うんだけどね。どうなんだろう、トカゲさんたちにとってはレッドローチは逆に癖のある匂いで好きなのか。まあ、ダンちゃんはね昆虫は何でも大好きで食べますね。前の第3回の成長日記の時はダンちゃんのねこのケージの中に、イグアナのねアノちゃんっていう子がこの上に今いるんですけど、あ、ちょうど小松菜食べてる。この子がね一緒に同居してたと思うんですけど、
今はねもう別にしてあります。別にあの2匹が、喧嘩し合うとか噛み合うとかっていうことはなかったんですけど、まあねこのイグとアヌって2匹イグアナいるんですけど、そっちとどっちかというと仲良くなってほしいので、まあ追いかけ合っちゃうことあるんですけど、なるべくね、仲良くなってもらおうということで一緒にしました。こっちにね戻しました。はい、ということでダンちゃん、ダンちゃん、ふいふいふい、立て、立つんだダン、立てー、すごい、2本足で立てるようになるまで回復するとは本当思わなかったからな。うわーすごいですね。はい、頑張った。よし、やめぞ、そのコオロギはもうちょっとダメージ与えないと、結構早いぞ。あー下行っちゃった。これはいいね、いいね。さあコオロギ食べたけど増えてんのかな、5匹のコオロギで体重が増えたのか。 38.8 かな。お、40いきました。 40g まで増えました。ダンさんいいですね。ダンちゃん OKOKOK 大きくなった、大きくなった。はい、でラスト、ということでですね、第4回ダンちゃんの成長日記いかがだったでしょうか。 38g ということで、これからはね体重測定も毎回して、まあその都度ねどんぐらい大きくなってるのかっていうのもね視聴者さんに数字で、表していきたいと思いますのでね、成長の方、ぜひ見守っててください。かわいいですね。はい、ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。かわいい。バイバイ。